86丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、ある。マンハッタン区、アッパーウエストサイドのブロードウェイと、西86丁目の交差点に位置し、1系統が、終日、2系統が、深夜のみ停車する。西86丁目の南行ホームへの階段駅は1904年10月27日。 マンハッタン本線のシティホール駅から145丁目駅間が開通した際に開業した。相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅で、中央の急行線は深夜帯以外に2系統が、終日3系統が通過している。駅は1980年代に改装工事が行われたが開業当初のタイルワークが残されている。 駅には1989年にニット・ザ・トゥー・フィーのにより制作されたアートワーク、ウエスト・サイド・ビューズが飾られている。駅の改札口はホーム上にあり、南北ホーム中央にそれぞれ独立して存在しているが、ホーム間連絡通路はない。南広ホーム側改札口には、回転式改札機と切符売り場、ブロードウェイと西86丁目の交差点北西。 南西への階段が一つずつある。北港ホーム側改札口には、回転式改札機とブロードウェイと、西86丁目の交差点北東、南東への階段が一つずつある。なお、北港ホーム側改札口にも、切符売り場が存在するが、現在は終日閉鎖されている。また、南港ホームには北端にも、改札口があり、 回転式改札機3機トラッシュ時の未有人となる切符売り場、ブロードウェイと西87丁目の交差点南西の246西87丁目内の東屋への階段がある。